この DVD は地域における男女共同参画推進のための題材としてアミカス寸劇隊の寸劇を収録したものです。アミカス寸劇隊は福岡市内の公民館などに3人1組で伺い、男女共同参画に関する寸劇とワークショップを行っています。この DVD はもっと気軽に男女共同参画を学んでいただけるよう、寸劇の様子とワークショップの設問などを収録しています。男女共同参画協議会の委員研修や地域での講座などにご活用ください。実際に寸劇隊を呼んで講座を行う際の参考になるよう、平成28年2月22日に西区清涼校区で行われた寸劇隊の講座風景も収録しています。第1話、妻が男女協の役員になる。ある土曜日の昼下がり、校区で男女共同参画協議会の会長をしている相川さんと、町内会の役員をしている和田さんが浜口さんの家を訪ねます。2人は浜口さんに男女共同参画協議会の役員へ就任してもらうことを依頼するために家を訪れたのですが、浜口さんは不在で代わりに夫が出てきます。そこで浜口さんに役員を引き受けてもらえるよう夫に協力の依頼をします。そんな2人に対する夫の反応に注目してご覧ください。こんにちは、浜口さんいらっしゃいますか？はーい、はーい、なんかね、今日みたいな日に。おや、和田さんの奥さん、こんにちは。ところで、今日はどんな用事ですか？はじめまして、相川と申します。よろしくお願いします。今日は奥様いらっしゃいますか？家内ね。家内はさ、ちょっと今出たばっかりで、夕方やね、帰ってくるの。そうですか。じゃあまた夕方、お伝えしようか。夕方にどうも。あ、そうそうそう。はい、和田さんの奥さん、はい。今日は何のお誘い？ランチ？それとも博多座？奥さんたちはいいですよね。綺麗な服を着て、いいものを見て、で、美味しいもの食べられるからね。今日はそういうね、遊びの話じゃないんです。今日は校区の男女協から話しに来てるんです。そんなのやろうか。私がするけん、婦人会みたいなもんかな。いいえいいえ、そんなことじゃありません。今年のですね、校区の男女協ではの活動をね、大きくしたいということで、新しい人を入れたいというふうに決めたらしいんですよ。そうそう、それで、こちら会長の相川さんなんですけども、お話をどうぞ聞いてください。はい、男女共同参画では、毎年数回研修を行っております。ただですね、毎年同じ人が研修をすると、なかなか新しいことが生まれないんですね。それで、新しい人をまた参加してもらってから、新しい活動をしようかなと思っておりまして、それで奥様にぜひ男女協の役員をしていただけないかなと思いまして。え？うちのですか？そうですよ。浜口さんの奥さんなんてことなんですか？そりゃ無理よ、無理無理。研修部長をお願いしたいと思っておりますが、もうそんなのも無理やて、よそに頼んでもうちはそんなのできるわけないで。もう皆さんからね、先生も上がってるし、ちょっとお話をね、ぜひ聞いてくださいよ。そうですね、奥様は福岡市の男女共同参画のサポーターもしてらっしゃいますし、男女共同参画の勉強もよくされています。もう多くの男女共同の活性化のためにもぜひ必要な方だと伺っておりますけれども、はあ、そんなね、うちの方が知ってたとね、全然思ってなかった。いっつも家におらんと思ったんだけどね、本当にうちのも何しようかよう分からんですな。もうと
っても素晴らしい奥様なんですよ。ぜひ幸福のためによろしくお願いします。とんでもない。それはね、家内が決めることですよ。でもね、地域の役員となったら人前で話さなきゃいけないでしょ。そしたらうちのことはそんなにもしない。そしてそんなことうちのできない。もう私が保証する。だからやめてください。いやいやいや、畳まなくていいですけど。ご主人はご存じないかもしれませんけれども、うん、奥様は人の前でしっかり話をされているようですよ。そうは言ってもね、話だけではないんですよ、本当ね。パソコン全然使い切らないんですよね。今時パッと出したスマートフォンでピッピッできないです。ガラケーで電話するのが精一杯。こんな恥ずかしいね、うちのさ役員ってさ、無理無理、絶対無理。パソコンはですね、ランク表でできるものがおりますし、携帯もガラケーでも十分ですから、ご心配なく。もう私もね、ぜひ OK をもらってこいって言われてるので、もうよろしくお願いします。よろしくお願いします。協力してほしいって言われたのよ。役員ってなったらさ、手事ばっかしでしょ、ね、今でもあんまり家にいない。それでね、私がいないときはいいよ。でももうすぐ私もね、定年、仕事辞めるんですよ。仕事辞めたら、私今いっぱい思ってるんですよ。妻と一緒に博多座に行く、ドームを見に行く、で、熟年の登山もしたい、で、旅行にも行きたい。ねえ、いっぱい思いがあるのにさ。どうなります？家内がさ、地域にドーンドーンドーンって出て、私この家で、じーっと一人。私、一人なんですよ。そしたら、私のことを、誰が協力して面倒見てくれるんですか？校区で男女共同参画協議会の会長をしている相川さんと、町内会の役員をしている和田さんが、男女共同参画協議会の役員への就任依頼をするために、浜口さんの家を訪れます。しかし、本人が不在だったため、浜口さんの夫に事情を説明し、協力を依頼しますが、夫から、妻に役員なんてできるはずがない、と言われてしまいます。また、夫は、定年退職を控えていて、妻に家を空けてほしくないとも言っていました。グループになって意見交換してみましょう。寸劇の中で印象に残ったセリフや気づいたことはありましたか？地域で女性のリーダーや役員が増えるために必要なことは何だと思いますか？そして、仕事中心になりがちな男性が地域活動に参加するためにはどうしたらいいと思いますか？グループで意見交換をして、終了したら次の第1話まとめをご覧ください。第1話まとめ。ここでは地域における男女共同参画に関する現状・課題などをご紹介します。福岡市の地域諸団体におけるリーダーを見てみると、女性の割合が高い団体もありますが、多くの団体では男性のリーダーの割合が高くなっています。しかし、女性のリーダーが少ない理由を尋ねてみると、男女とも、これまでの慣習でリーダーには男性が就任してきたからという答えが一番多くなっています。男だから、女だからという役割分担意識をなくし、地域活動に男女双方の視点が取り入れられ、生き生きと暮らしていける地域を作っていきましょう。第2話、息子夫婦、娘夫婦。町内清掃であった山本さんと川辺さんという2人の女性が、それぞれの子供や孫の話を始めます。山本さんの息子夫婦は共働き、川辺さんの娘は専業主婦です。
息子が家事をしている姿や娘が再就職しようとしていることに対して親がどのように感じているのかに注目してご覧ください。本日は町内一斉清掃の日です。町内の皆さん、8時までに公民館にお集まりください。あら、川辺さん、おはようございます。あら、お久しぶり、おはようございます。あ、山本さん、ももこちゃん、お元気？元気よ、もう保育園に行ってるのよ。あら、もう、お嫁さんはお仕事行きよると？育児休業が終わったから、4月から仕事に行ってるのよ。あら、頑張りましょうね。でもね、病院で仕事しているから、夜勤とかもあるし、大変そうでね。子供が小さいうちは職場の方も配慮してくれてるみたいだけど、やっぱり帰りが遅い時もあるから、なんだか孫がかわいそうでね。それはそうよね。私たちの時は結婚したら仕事を辞めるっていう感じだったけどね。それで保育園の送り迎えはどうしよると？ほとんど息子がしてるんよ。週に2回くらいは。しみきよったよ。関心ね、息子さん。息子はね、料理でも掃除でも何でもする人よ。私はね、息子が小さいうちは家のこととか何にもさせなかったんだけどね。ほんと関心よね、息子さん。でもね、男が家事やら育児やらしている姿を見るのは、なんだかね、情けなく見えるのよね。いいじゃない。うちの夫なんて家のこと全然しきらんのよ。私がおらんかったらね、下着の場所もわからんし、お昼のご飯とかもう手作りじゃないと文句言うとって。ご主人定年退職されてからずっと家にいらっしゃるの？そうよ。もう私が出かけるときはね、どこ行くの、どこ行くのってもうしつこく聞いてね、ついてこようとするとっても、それ堪忍してほしいわよね。そうでしょ。あ、そうそう、それはそうとね、うちの上の娘がね、あ、東京にお嫁に行ってるんです。そうそう、ね、今あの子供の手が離れて仕事探してるんだけど、ね、なかなかいい仕事が見つからないらしいよ。一回もう辞めてるじゃない。仕事していない間のブランクってあるんね。そうよね。それに腹が立つのがね、娘の旦那、もう仕事していいけど家のことちゃんとやってから行けって、俺は何もせんぞって言ってるらしいよ。すごい腹立つやろ。なんそれ。共働きやったら家事は分担するのが当たり前やんね。そうよ。やけんね、もう娘はもう家のことがあるけんね、もう正社員じゃなくてパートで探さないかと。もうなかなかでもいいね、条件の仕事がないらしいよ。私たちが若い頃は男は外で働いて女は家庭を守るって言われてきたけど、今はもう時代が違うからね。そうよ。もう男も女も働いて、男も女も家庭を守っていかないかんよね。町内清掃であった山本さんと川辺さんは、それぞれの子供や孫の話を始めました。山本さんの息子夫婦は共働き。息子が保育園の送り迎えや料理など、家事や育児を積極的にしていることに対して、山本さんは情けないと感じています。川辺さんの娘は専業主婦ですが、子供が大きくなったので再就職をしようとしています。
娘の夫が、仕事をするのはいいけど、家のことをきちんとやってから、と言っていることに対し、河辺さんは不満を持っています。グループになって意見交換してみましょう。寸劇の中で印象に残ったセリフや気づいたことはありましたか？女性が安心して家庭生活と仕事を両立できるようになるために必要なことは何だと思いますか？グループで意見交換をして終了したら次の第2話まとめをご覧ください。第2話まとめ。ここでは家庭生活と仕事の両立に関する現状、課題などをご紹介します。日本では子育てと仕事の両立が難しい状況にあります。子供を産んでも仕事を続けたいと思っていた方が多いにもかかわらず、一人目の子供が生まれたときに6割の女性が退職しています。その結果、30代から40代前半の女性の労働力率が下がっており、グラフがアルファベットの M の字のようになっています。このことから、このグラフは M 字型カーブと呼ばれています。一方、3割以上の男性が育児休業を取得したいと考えているにもかかわらず、実際に取得できているのは約 2% です。また、およそ7人に1人にあたる13.4% の男性が週に60時間以上働くなど、子育てや家庭にもっと関わりたいと思っていても、現実的には難しいという状況もあります。もっと子育てに関わりたいと考えている男性、出産後も働き続けたいと考えている女性などに対し、周囲が本人たちの考えを尊重することが大切です。第3話、それってマタハラじゃないですか？ある日の朝、店長はパート社員の吉川さんから妊娠したと報告を受けます。さらに、吉川さんは出産後の職場復帰を希望すると店長に伝えます。店長は社長に電話で報告し、吉川さんが職場復帰するまでの代替社員を探すと伝えますが、それに対する社長の反応と二人のやりとりに注目してご覧ください。おはようございます。あ、店長。はいはいはい。ちょっとお話があるんですけど。何の相談ですか？怖いな。いやいやいや、実はですね、私、赤ちゃんができたみたいなんですよ、ね。え、本当に？おめでとうございます。ありがとうございます。コウノトリくん、ありがとう。そんなに喜んでいただけるなんて。でも店長一番に報告してよかったです。僕が一番なわけ。はい。ということは、僕とエッちゃんの子供、まさかね。店長、それセクハラですよ。セクハラか、嫌な言葉だな。すいません、訂正して謝ります。まあ、冗談ですけどね。ああ、よかった。本当におめでとうございます。ありがとうございます。で、私パートなんですけど、出産した後も復帰できますか？我が社は働く女性の仕事と家庭の両立に力を入れてますから。それに何だって社長が女性ですから大丈夫ですよ。そうですよね。じゃあ頑張ります。出産予定日は来年なんですけど、年末まで頑張って仕事しますので、よろしくお願いします。はい、了解しました。ひょー。はい、これ田です。あ、社長ですか。駅前店の前田でございます。あ、前田さん。はい、こんにちは。今日どうしたの？実は、うちの吉川さんが赤ちゃんができたという報告がございまして、
その件でお電話差し上げました。あ、そうなの、吉川さん。吉川さんと言ったら、ほら、よく週末とかにパートに入ってくださってる方ね。まあ、よかったじゃない。そうなんですよ、彼女前から赤ちゃんが欲しい欲しいって言ってたんですよ。本当に嬉しそうでした。そうね、彼女ももうそんなに若くなかったみたいだし、まあ初めての子供はまた特別だからね。でもそしたらもう来月から相当忙しくなるから、早く新しい人採用してお店に入れてくださいね。よろしくお願いします、はい、吉川さん、年末までは出てきてくれるみたいですから、復帰までの代わりのパートさんをハローワークで見つけます。あれ、前田さん、あなたね、何かちょっと勘違いしてませんか。吉川さんはね、週3日のパートさんなのよ。そのパートさんがお休みするからって言って代わりのパートさんをハローワークで採用するなんか、それ変でしょう。吉川さんにはね、できるだけ早く辞めていただいて、少しでも早く新しい人をお店に入れてください。よろしくお願いします。でもご本人は年末まで働いて出産後の職務復帰を希望してあるんですけど。あのね、ご本人がどうこうっていうことじゃないのよ。会社としてはそれじゃ困るんです。そもそもね、前田さん、もしお腹の赤ちゃんに何かあったらあなた責任取れるわけ。少しでも早くね、吉川さんに辞めていただいてください。でも我が社は働く女性の仕事と家庭の両立支援を大々的に力入れてますよね。もうね、あれは会社のイメージアップのことなので、それとこれとは別で考えてください。でも彼女には何と言って辞めてもらったらいいでしょうか。彼女は勤務成績も良好だし、辞めてもらう理由が見つかりません。それにこれってマタニティハラスメントって言うんじゃないんですか。あのね、前田さん、そうならない理由を考えるのが店長であるあなたの役割でしょう。少しでも早く新しい人を採用してください。お願いします。もしもし社長、もしもし社長。ある日の朝、店長はパート社員の吉川さんから妊娠したとの報告を受けます。吉川さんは出産後の職場復帰を希望していて、店長も職場復帰できるようにすると答えます。しかし電話で社長に報告したところ、社長は早く辞めさせて代わりのパート社員を採用するように指示します。社長は吉川さんが妊娠したという理由だけで辞めさせようとしています。いわゆるマタニティハラスメントとは、妊娠、出産、育児休業などを理由とする解雇、雇い止め、降格などの不利益な取り扱いのことです。グループになって意見交換してみましょう。寸劇の中で印象に残ったセリフや気づいたことはありましたか？マタニティハラスメントがない働きやすい環境を作るために必要なことは何だと思いますか？安心して子育てができるようにするために地域でできることは何だと思いますか？グループで意見交換をして終了したら次の第3話まとめをご覧ください。第3話まとめ。ここでは働く場における男女共同参画に関する現状・課題などをご紹介します。マタニティハラスメントを受けたことがあるのはおよそ5人に1人の 21.4% という結果が出ています。マタニティハラスメントの具体的な内容は、休むなんて迷惑だ、やめたらなど、妊娠・出産・育児関連の権利を主張しづらくなるような発言をされた、解雇や雇い止めをされた、派遣契約を打ち切られたり他の労働者への交代を求められたなどです。日本では約6割の女性が第一子を出産後に仕事を辞めています。
マタニティハラスメントも女性が働き続けることが困難な理由の一つです。マタニティハラスメントがなく、女性が安心して働き続けることができるような職場環境を作っていくことが求められます。平成28年2月22日に西区清涼公民館で行われたアミカス寸劇隊による講座の様子をご紹介します。この日の講座には女性29名、男性13名の合計42名が参加しました。まずアミカス寸劇隊が地域活動における男女共同参画をテーマにした寸劇を披露した後、参加者が感想などをグループワーク形式で話し合いました。世代ごとの意識の違いや、男性がもっと地域活動に参加しやすくなるために必要なことなどを8人1組のグループで話し、さまざまな意見が出ました。このようにアミカスではアミカス寸劇隊を3人1組で福岡市内の公民館などに派遣しています。講座ではグループに分かれての意見交換や朗読劇の読み合わせなどを行い、家庭や地域など身近な男女共同参画についてざっくばらんにおしゃべりしながら学びます。寸劇隊の派遣対象は、男女共同参画に関する講座を主催する福岡市内の地域団体、公民館などで、派遣費用は1万8000円です。男女共同参画について楽しみながら学べる内容になっていますので、校区で講座を実施する際にはぜひご活用ください。申し込み方法など詳細はアミカスまでお問い合わせください。